野草曲、第21番波探長経験、イブブマイナス8は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノのための野草曲。最晩年に作曲されたと考えられている。初版は、ショパンによる、この野草曲の自筆走行と正版用を自筆布、ワルツイ探帳の聖書符を所持していたシャルロット・ドロチルド、合詞カバンで出版した、ナタニエル・ドロチルド男爵夫人によるピアノのための4つの、 商品であり、前述の正反用自筆符が、第一曲、野草曲と、ワルツイ単調の聖書符が、第三曲、ワルツと一致する。第二曲、ポルカハ単調、第四曲、ワルツイ単調と一致するショパンの思考符は、見つかっていない。ジャンジャック・エーゲルディングルは、1847年に、ショパンが、シャルロットの父ジェムス・ドロチルド男爵のフェリエール、宮殿滞在中に、 シャルロットに作曲の手ほどきをしていた時に書かれた作品であり、この作品を含む4つの商品が1870年から1872年に出版されたと推定した。1872年には4つの商品のうち第3曲と第4曲の編曲がナタニエルド・ロジルド・ダンシャク夫人によるピアノとチェロのための2つの商品としてシカバンで出版され、 オーギュスト・フランショームに検定された。シャルロット・ド・ロチルドの死後、所持していた自筆府は1901年に遺族により、パリ国立音楽院図書館に寄贈され、1964年以降は、フランス国立図書館音楽部門の所蔵となった。その他に、ワルシャワのフリデリック・ショパン博物館に自筆奏行が所蔵されている。ショパンの作品としては、1938年に、 ルドビク・ブロナルスキの手によって、ラルゴ編補聴調と組み合わされた、野草曲とラルゴとして、ワルシャワのポーランド音楽出版協会から初めて出版された。作曲年代は、諸説あり、ブロナルスキはこの作品の処方や形式が単純である、点や、相違に、やや欠ける点があることから、晩年のスタイルによるものではないと判断し、ショッパンがまだワルシャワにいた時代、 すなわち1830年代以前の若い時期のものとみなした。これは、ショパン研究者であるズジスワフや姫月ツの1825年説や、ブローニスワフへエードワード指導の1827年説に受け継がれた。その後、モーリス・ブラウンによって1837年の作品であるという説が出され、ブラウンはこの曲が本来は、 作品32に含まれるべき一曲として書かれながら、最終的に削除されたものと考えたが、後に、ブラウンのショパン研究に、様々な問題点が指摘されるようになってからは、この1837年説も疑問視されるようになった。そしてその後、新しい批判原点版として出版された、ショパン作品全集において、皇帝者であるヤン・エキエルによって、最晩年の作品である、 可能性が強いという見解が出された。パリ国立図書館に所蔵される以前にこの曲の趣向が、ロスチャイルド家に所蔵されていたことから、ショパンがロスチャイルド家と知り合う、以前のワルシャワ時代の作品とは考えにくいこと、そして、自筆譜に用いられた古戦士の種類が主に後期の1845年から1846年に用いていたものであることなどが理由である。 エキエルはこれ以前にも、ウィーン原点版の野草曲集において、すでに1847年から1848年の作品であるとしており、病状が悪化して創作もままならなくなった晩年の状態が曲に反映されていると考えられる点や、最晩年のショパンの残した趣向は、野草曲とワルツだけだとするフランツリストの証言などを挙げている。 最晩年の桜しく気力の衰えが感じられ、実質譜には、第14小節のクレッシェンド記号と、第26、42小節のアクセント記号以外の、速度記号や、発想記号、強弱が書き込まれていないため、遂行できないままに終わったスケッチとみなされている。冒頭部分破単調、演奏記号なし、4分の4拍子、複合2部形式。 左手の広い音域の伴奏上にマジャール音階を映した進行のメロディが流れるが、このメロディは後半では再現されない。随所に7度のパッセージを入れて単調さを避けている。ありがとうございます。